ある時、大国の王子との縁談が持ち上がった。その話に国中が沸き立った。両親の喜びようはひときわ見苦しいものだった。ただそのことには感謝した。その様が私を決意させたのだから。私は隣国の王子と手を取り、生まれ育った国を捨て逃げた。幸福を夢見ながら、置き去りにしてきた全てに不安を感じながら、気持ちと戦いながら、私たちは逃げた。遠くへ、遠くへ。しかし無駄だった。私たちの自由は、すぐに終わりを迎えた。追っ手を前にした私たちは、最後の約束を交わした。どこでだっていい。迷い途になっても構わない。ずっと一緒にいられるのなら、死さえ厭わない。私たちは、笑顔で自らの命を絶った。戦うぞ。潜在能力を限界まで。
逃がさない。はっはっ、もっと強くなれるはずだ。はっはっ。癒し光を使う。世界を変えるか。違いがないか探してみましょう。まだ倒れるわけには。頼むぞ。Okay.
頼むぞ。この調子で行くぞ。次もこうでありたいものね。任務の邪魔だな。
これで進めるな。なんとか片付いたかしら。世界渡りするぞ。違いがないか探してみましょう。お前か。はい。なあ、さあ、おい、それは。無駄だ。そんな。いや、なあ、ふん、そうか。ありがとう。いや、でも、ああ、はい。おい。
よ。あいつは まさか。あいつ。ねえ。世界を変えるか。変化を見逃さないことね。俺の両親の時と同じだな。あの人たちに何をした。捧げていただけ、祈りを。私にはそれしかできないもの。お前は何なんだ。私はある存在を封じてきた。それは今私を探し出し消し去ろうとしている。憎しみを解放するために。もしかしてこいつが。
おい、待て。これは。何？なぜ？知るか。だが、あいつは黒夜叉。それで、きっと私は分かった。名前は？おい。わからない。
それ、おい、別に、たく、ねえ。